かってる。その正体とは一体何か。クソくだらねえ。タイクにちゃうのよ。です。本日のテーマでしょ。バイオス。バイオス。はい。ということでね、まずぜひチャンネル登録ボタン、グッドボタンを押して、動画見進めていただけたら幸いです。前回からね、チャプター2をやっております。クリス編ですね。はい。で、今回はなんか橋をくぐり抜けて、その先になってる、僕がまあ、こう、理想とする超実美人の女の子、26歳、肉体は永遠の20歳に会いに行くために、今回シコシコと頑張っていこうかと思います。はい。あ、そのことシコシコするわけじゃないですよ。僕がまあ、シクシクと頑張っていく。シクシクって、シクシクと。はい。でもそんなことはどうでもいいや。はい。じゃあ、とりあえずアイテム回収。あ、なんか、あれちょっと、なんか今日パソコン調子忘れた。なんか、一物の不安。ダメ。今のは撤回しなきゃダメだね。うん。一物の不安を覚えてるだね。うん。俺のはご立派だから大丈夫。うん。アルファチーム、lay down suppressing fire from the flag. All snipers, form on my mark. なんか、平均が、その、最大時にした時の日本人の平均は12って何本だったかな、うん、に対して、俺のって、何本、騒ぎ始めてるかもしれない。ああ、騒いでるやついるわ。なんか、使う予定のない分使っちゃった。あ、違う、間違えた。あ、ごめん、隊員さん、超ぶっ飛んでった。ごめんね。まあ、そういうこともあるっていうこと。あ、めっちゃ敵かと思った。ただの瓦礫だった。うん、めっちゃ隊員さんのぶちのめしたと思ったら違ったね。失礼しました。で、先進んでっていいんですよ。でなぜか、この先必要になる武器ではなくショットガン一番使えん武器をここから狙い撃ちしなきゃいけないのにさ。で、あれだよね。あれはさすがにちょっとな、グレランじゃ撃てんかな。あ、下手くそ。仕方ない、ズームするか。うい、やっぱちょっと距離がな大変だな。で、どっかに隊長がいるはずなんだけど、とりあえず敵は倒して楽させてあげましょう。まあ、隊長無敵なんだけどね。野生児だからさ、人間とかジュアボと違う体力は無限だからさ。キャプテン、if you draw the take at a position, I can take care of that truck. ちょっと。でもこれで爆発したらいいんじゃない？ラミの武器じゃないじゃん。これ爆発物陳列剤だから。あれ？あれ？無理だね。そもそも、あれなのか、前に、なんか、立ちふさがってるからか。頼む。ちょっと、その戦車邪魔。無理か。もうこれで行くしかない。違う。これ。ほい。ゲイ。ナイスシューティング、ピアース。爆発するような車両を横に置いて戦車って。そうだよな。体力は超アップしたけど。だって普通の人間だったらあんな銃でね、バコバコ撃たれたらね。だってグレネードランチャーでこうやってさ、ほら、おかしいもん。グレネードランチャーでさ、撃たれてさ、あんな下半身ムッキムキになるなんてさ、スクワット何セットやったんだよ。が出てくるかな？大丈夫？よし、じゃあアイテム、あ？おお。I'm heading to the upper level of the bridge. Meet me up on top. I. Hey. Ush. The item. Ah, wait. Not carry it. Ah, wow. Explosion. Explosion. Sabi. Gatsu. Mari. Sashikata. Ah. Sabi. Squat. The conversation. But.
何でも話したって分かんないもん覚えてないやん。なんかね、筋切ってるね、会社の人にね、とか男性陣なんですよ。男性陣にね、なんで筋トレするのって。あれ、聞いてよ聞いてよちょっと聞いてよ、なんでさ、筋トレをする人はさ、いつもさ、その目的を尋ねられるわけ。なんで筋トレするのって。そんなもん好きだからやってるに決まってんじゃん。ただそれだけの理由だろ。他にタイなんかあるかよやと思うんすよ。なんだけど、なぜか筋トレだけ目的をね、いかなか聞かれて、まあ別にその、イラッとするわけじゃないけど、なんかおかしいよねって思う。筋トレだけに理由を求めるのはおかしいと思う。だったらさ、その人が、なんか趣味です。ゲームやってます。あ、俺だ。ゲームやってますとか、お酒飲んでますとかさ、なんかいろいろやってることが あるだすよね。皆さん、あるだすよね。だったらそれ一個一個にさ、こう目的求めていいんすかってなったら。Captain, we've got no way to reach you. I need you to lower the ladder. うん。欲しいと思う。ね。で、まあ、うちの会社はもう、ある意味体育会系でさ、みんな酒をガルガルガリガリ飲むわけですわ。なんかもう、上司は364日酒飲むって、もうプロフィールにも記載してるくらいだからさ、そう。じゃあなんで酒飲むんすかってなるんすよ。ね。じゃあみんななんて答えるって、多分ね、美味しいからとか、なんかそういう、ちょっとなんか、別に美味しいんだったら酒じゃなくてもいいですよねとかって、なんかだんだん、ひろゆき化していきそうだから言わないけどさ、なんで酒飲むんすかって、聞いてみたくなったりとかするよね。あー、戦車来た。Enemy reinforcements are moving in! Ben, I need you here! 普通に電車じゃん、これ。ね。Go on without me for now! あれ、なんかあのさ、上から、パラシュート、親方、上からパラシュートがあって、じゃなかった。多分来るよね。Yes, sir. 新人に任せて、隊長たちは全然であのやらないって。力だったらゴリラが働けよ。ほら、あんな飛行機もと思って、ネオアンブレラってどういうね、組織なんだ。これで破壊できる。ああ、すり抜けるね、ダメだね。まあ、別にこいつら降りてきたところで大した稼ぎもなんないからいいんだけどな。だから筋トレだけに目的を求めるのはおかしいなと思います。で、本当はあるよ、僕だってちゃんとした理由がさ、一つはやっぱ自分のなんかかっこいい体を作りたいとか、あの娘とあの嫁さんを守りたいとかで、娘とこう長く一緒にこう激しく遊べる体を維持したいとかっていうのも、そういうのがちゃんとした本当目的としてあるんですよ。事実としてちゃんとあります、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 あるんだけど、あのまあ、どうせモテたいからでしょとかって言われるけど、その別に俺モテたところで、そのモテはやしてくれた女性を僕は抱くことができないし、その論理的じゃないな、論理的って意味わかんない、倫理的にも法的にも、うん、だから別にそのモテたいっていう目的はゴールにできないから、もう外してる。別にモテなくてもいい。でも自分がなんかこうプールとか行った時に他の人たちと比べて見栄えする体になれてたら嬉しいなって。ただその点、ちょっとモテは持ってて、で、ただめんどくさいんですよ、そのちゃんとした回答をするってなると。なんで俺そこなにそんな向きになってんのってなっちゃうからね。あれ、頭、あれ、ブシューって言ったけど大丈夫だよ。だからガチのそのなんか目的を言うのはもうたるいし、もうなんかそういう質問してくるやつになんか真剣にあのかいなんか取り合うのもちゃんちゃらおかしいなって思うから、もうシンプルに予防医学ですって答えることに今後しようかなと思って。実際、まあ、ガチの筋トレをちゃんと勉強して、これぞ筋トレだって呼べるようになってちょうど1年くらいしか経ってないんだけど、まあ、筋トレ自体を始めたのは3年前くらいなのかな、うん、まあちょっと1年半くらい子供ができて、まあ、家でちょっと自重トレを軽くするくらいしかできなかったから、あれなんだけど、ガチで筋トレをし始めるようになったのはここ1年くらいかな。週3から5のペースでやるようになったっていうのは、うん、それでだいぶ体つきもあの変わって、まだちょっと脂肪は乗ってるけど、その脂肪を取り除くことができれば、いわゆる細マッチョみたいに見える体型。危ない、まあ、いいよね、やっぱりそうなるよね。くるっと甘い筋トレをっていうのがあったんで、あ、戻らなきゃいけない、これ。はい、戻ります。ただ、おぉ、危ねえ、かすってった。危なっ。で、一個言えることは、病院に行かなくなったりとか、まあ、頭痛みたいなね、ちょっとどうしてもそういうのは薬とか飲まなきゃいけないけど、マジでね、
病院に通わない、まあまだ30歳だからってのもあるかもしれないけどね。歯医者以外行ってないもん。歯医者はたまたまなんかあっちもだから隊長射線範囲じゃないわ、行ってやっち溶けると。あの歯医者はね、なんかねとてつもなく歯が痛くなってしまって、ちょっとどうしようと思って行ったら、あの虫歯じゃなくって歯を食いしばることでその歯になんか圧力がかかりすぎて、それが痛みの原因になってる。要はなんか力入れる時とかにさ、あのグッて皆さんこう歯をグッてこう力込めて食いしばることとかあるじゃないですか。あれの力が強すぎて、なんかフィルムをかまされたりするんですよ。あの歯の噛み合わせが大丈夫かなみたいなとかで歯それをかまされることがあるんですけど、それ噛んだらなんかね、ここまで圧力が強い人久々に見ましたみたいな、なんかめったにいないですよくらい、なんか僕噛む力が相当強いらしくって、まあもしかしたらみんなそのフィルム噛むのにガチで噛んでない可能性はあるけどね。まあ思いっきり噛んでくださいって言われたからガーって噛んだら、あ、来た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 、そう、この子に会うためだけに僕頑張った。ほらー、こんな美人になるって誰が想像してたよっていう、ね。Are you Chris? Sisters told me all about you. なんで歩いてるのになっちゃった。The man is a wanted insurgent. Yes, he's a mercenary. But right now he's under the protection of the U.S. government. こういうピッチリしたコートだからなのか、でもやっぱりね、はっきりとこうボディーラインが出ていくっていうのは相当スタイルがいいっていう証拠ですよ。まあ残念ながら谷間は見えるけど、お尻とかね、まあでもパンティーは見れるからね、パンティーはね。でも実験用のパンティーだからな、多分な、すごいなんか紙おむつ的なやつだったりするかもしれない。まあそれはシェリー編でお楽しみということで、まあ前回はジェイク編ではジェイクをやったんで、今回はシェリーをプレイしようかなと思ってるんですけど、まあそれはまたこっち結構可愛いかも。あれを支えられてるヘリコプターが最強だよね。しかもああ分回してさ、遠心力ってやっててさ、全然ぶれないでまっすぐ飛べてるっていうのは多分相当馬力のあるヘリコプターかもしれない。さてとやりましょうか。みなぎってきたー、ブー、あ、早かった。こいつもさ、ジアボをやっつけないで、ね、ジアボをやっつけずに、こっちを、やっぱちゃんと敵とみなして攻撃してくるあたり、バカじゃないんだろうなっていう気がする。どうなんだろう、バカなのかな。まあ、バカと判断するにはなんかかわいそうなんですよ。そこ賢いんじゃないと思うけど、どうここら辺どうなの。あ、いたのか。それは失礼しました。それは無視したら怒るよね。はい。なんかああいうのどっから設置持ってくるの、すごいよね、こいつら。ニューアンバリアの資金で、あそこファミリーが辛いんだ、いいのね。ファミリーが絡んでるから、よかった、一個体力回復しておいて。ファミリーが絡んでるから、ここまでの財布。そうなんだ、ファミリー最強だよな。なんならもう大統領補佐官なんかさっさとやめてさ、もう組織としてね、もうガリッガリにアメリカ政府支配してきた方がいいのかもしれないけど、まあ安定した世界がやってくるからどうしてるのかな。どうしてるの、背中がかゆいのってる間に、もう反ゲリラ、反ゲリラ、ゲリラ、わかんない、とりあえず抜き刺し抜き刺し、壇上の壇上、隊長にこれやってほしいな、隊長にこれやってほしいな。まあ無理だよな、ゴリラにそこまでできる知能がないからね。よし、登っていって、オッケー、でもう一回オッケー、背中が、あ、めっちゃガトリングできてるわ。あ、なんか今チリと重なった。抜き刺し抜き刺し抜っ、でや、予防医学とかってさっきなんかね、筋トレでなんかかっこいいこと言ってたけど、まあ、実際病院行ってないからな。実際年取った後にさ、かかってくる医療費とかっていうのがどのくらいあるのかとかって、
痛い。考えてみたらさ、やっぱり病院に1回か通って何千円とかっていうお金を払うのと、こう何千円とか何万円とかってお金を払い続けるのとね、まあこう一生懸命筋トレしといて、それが70歳80歳になって入院ってなってくると、もっともう何十万円っていう単位になってくるからね。最近その嫁さんのおばあちゃん、だから娘ちゃんにとってのひいおばあちゃんが、まあ、ちょっと怪我をしてしまって、80いくつって88歳と思ったかな。だからまあ、おばあちゃんの女性の平均年齢から考えると、まだね、もう少し全然元気で生きていられるけども、やっぱり年齢が年齢なんで、ちょっと階段じゃないやなったけど、なんかちょっと足場を踏み外してしまって、手をついた時に骨折しちゃったっていうのがあったんですよ。でその時に、まあ、手術含めて入院したけど、やっぱり相当なお金がかかったっていうのがあるからね。まあそういう怪我に関してはどうしても防ぎ、ずっといくらしてても防ぎきれないかもしれないけど、やっぱ日常生活を過ごす中でね、支障をきたすような、ね、筋肉量とかだったら結構大変だったりするから、そこら辺はやっぱり予防医学としてね、頑張っていかないといけないし、まあ、それを一人一人が心がけることで、日本の社会保険料とかの圧迫で今後防いでいくことができるかもしれないってなれば、俺は国のためにも筋トレをしてるんだってね。クソカッコつけてみたけど、そう、国のためにおらって言ってました。将来の子供たちの負担をさせないために、今俺は筋トレをして頑張る。最後の言い方、小学生の横を打とうとして自分のお股みたいな。あやばいやばい、ガトリング、あやばいやばい、嫌な予感がする、嫌な予感がする、嫌な予感がする。オッケーオッケー、頑張って成功。Just need a little more time。 え来てない、ね、オッケー。あ、めっちゃ来てるわ。あ、ちょ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 、うわ、上、はい、シュビルダーに立っても死なないもんね。こいつは体力お化けだよな、ほんとに。すごいよね、ほんと。これどっから登ってきてるのってね。まあリアル地下帝国があるんだろうな。あ、やっていった。オッケー、よいしょよいしょ、あらっキックで、うい、よし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 。なんかものすごい、なんか皆さんがこう金魚の糞みたいな感じですごいついてきてるよ。そんなに俺のこと好き？ありがとう。よいしょ。おらー！元気！よいしょ。ふみふみタイム！オッケー、溶けてなくなる。おりゃ！放射砲残り1つ。ああ、また出てきた。あ、そうだそうだ。でこいつさ、ハート2で逃がしたやつって、最初に出てきたね、オフロマンだったかな、オフロマンだけどさ、こいついつの間に弱点を自分で隠すことがしたんやし、背中に自分の手が届いてたってことですよね。ジェイク何してんの、そんな君にご褒美をあげる。うえぇーちゃ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 、何してんねんジェイク、お前ただじゃ転ばへん男やな。なるほど、素晴らしい。だからあいつを放射砲を倒しておくことができないのか、さすがにいいか。うい、さっきからこいつのあれ いろいろお茶目だね。腰でも打った、腰が痛いのか。うおー、いちいちそのみなぎってまあ面白いからいいんだけどさ、めっちゃみなぎってるよ。よし、で降りますと。じゃあ地下帝国か、なんで登った、直接降りたかったのに。あ、あいつあれなんだよね。背伸びして手伸びるやってくるからね。ゴムゴムのーみたいな。オーズみたいな感じだよね。バイオ界オーズ。まあ、地下帝国で放射砲のところ先に行くよりも、まあ、まずは、普通にこいつをぶち倒すと、全然溶けない。全然溶けないよね。よし、登ろう。めっちゃ待ってる、ちょっと待って、あぶれあぶれあぶれ、うわっうわっうわっ、
あ、ちょ、あ、なんか隊長、ああ、ありがとう。なんか勝手に勝手にあのゴロゴロの意味になってるようにした。ラバー。ぬぬ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 ぬ。さあ、皮を剥く時間です。オッケー。出るもんが出た。出るもんが出た。無理かな。放射をね。石のごろ。で、隊長が芝居てくれてるはずだから、よいしょ。あ、無理だね、無理だ。なんかやられてる。やられてやんの。ざーま。違う。よし。あー、もうこいつらもいいのか。でもこいつがひるんでるのが、おーな、おー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 、抜き差し男女の時間。あなたは何？打ち込みタイム。オッケー。こいつあと何発やらなきゃいけないんだ。あと3発くらいかな。で、3発やらなきゃいけないとしたらあと2発か。ね、めっちゃ苦しそうだけど。よし。何よりも今あれだね。ずっと待たされてるピンがかわいそうだよ。おー、やるじゃん。俺以外やられてんじゃん。さあ、もう一度抜け、あ、てか、この何、針みたいなやつ、ね、抜けたらすぐ生えてくる。ね、なんか生えてきてるっぽいよね。よし。で、登ろうか。やばい。こんな時間にお腹が空いてきてしまった。あるあるだよね。とりあえずちょっと、後で、ムービーシーンかなんかだったら。お、すごい。乗って乗って。あれ、もう、ジュアブ出てこなかった。これでラストか。どうなの？ちょっと今のうちに。男女の時間。うん、これでなんとか、これでもう終わらない？まだ。あ、まだ立ち上がってたね。まだか。こいつ、めんどくせえ。さっきのやつ、確か2発、3発くらいで。2発か3発で やれてたのに。あれ、あ、ショートガンじゃなくなってる。ショートガンじゃなくなってる。弾いっぱいある。おうおうおお。なんか逃げれた。こっちって何もないね。ジャニーでした。よし。もうこれで終われんだろう。必殺。男女の力。神聖になれてよかったね。クリットは。よし。もう終わりやろ。ねえ、あ、溶けた。うわぁ、すごい。久々にちゃんとまじまじと見てみた。ね、沈んでいく。ゲイ。くっさ。ね、なんか匂いがすごそうだもんね。よし。じゃあ、ようやっとこさ、よし、降りよう。オッケーかな。ピッピッ。チューニングガムつけてばっか。でーん。え、いる？ふい。あ、ごめんね、フィン。新人ってイララスちゃうからさ。いるね。よく。んでー、からの、ほい。いらないから。あー、でもこの後あれか、レッドハー、あー、ごめん、なんか気づいてないところで失礼しました。ふい、敵がどっかいるのかな。これ切っちまって、これ1個入れておいて、で、レッドハーブが確かあったはずだから、それを拾ってタブレット6つ作っといちゃおう。で、拾って、まあ、あともうね、放射砲を倒したら終わりだから。お互い何してんの？やり合えよ。お互い見つめ合ってるだけじゃん。で、こっち？すごい壁越し見られてた。
あれかな、なんか直接見たらやばいことになる。こっちだった。違うね。ここじゃないね。隊長邪魔。うい。ゼロ距離ダイナミックジャンプ。あれどこだったっけ？さっきフィンがいたところの、こっち進んでいったら、あ、こう。え、違うな。こっち、あれちょっと。やばい、久々だから、わかんなくなった。迷路。違うね。やっぱあったら、こっちの方だよ。あれ、これまっすぐじゃなかったっけ？こっち行って、ここでもないし、あれ？オグロマンがいたらね、上から、やつらどこだっつって、おてて、にぎにぎしようよってって、やってくるけど、あれ、どこだったっけ？こっち行っても、あ、こっちか。なん、教えてよ、フィン。こっちですって言って。新人これだから。いいか、報告は大事なんだぜ。よくさ、お、あ、報告とかます。連絡だよ。おい。おい。あれ。おい。いて。よいしょ。で、あ、もうちょっとゼロ距離で。いいか、接近戦ではグレネードランチャーの方が早い。あー、体力減ってるし。別にいいんだけど。ほい。どんどん。あ、ちょ、ぴょん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 。向こう側に出てくるね。いないね。スナイパーライフル集団が結構鬱陶しかったりするからね。ほい、オッケー。あー、ばい。やばい。いやー、痛い、やっぱり。ぐえ。いないね。向こう側から持ってる。こっち。こう、あ、おう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 。こんなに大量発生するって。もう君たちのボスは、ボスの全身白タイツアーミーさんはいなくなってるからね。残念だ。I'm setting charges on the anti-aircraft guns now! やいてー！ See if you can buy me some time! でもライフルの方が早い。Just need a little more time! 負けねえかな。うら。で、わぁ、めっちゃ真っ赤に染まったわ。やっぱバイオシックスって体力がいくらあってもダメだね。チキッ。チキッ。ういー。うまい。早い。安い。で、こっちは？あ、ちょ、待って。まだいんの。どこ。そっちかい。違う。こっち。あー、そう、微妙だな。うい、うまい、早い、安い。それはいいね、それはいいね。まだいんのか。I'm setting the charges now. うまい、早い、安い。うまっ。よし、もう、うわ、まだいんのか。もういいか。顔、はい、はい、ひょっこりはん。はい、ひょっこりはん。いないね。もういいか。じゃあ、行こうか。ひょい。ぐるっと。オッケー、コッパ、みじんになってるね。よし、じゃあ、あ、ごめん、シェリー、違うんだよ。俺、ギリラを倒したくて。ゴリラを倒そうか。拾って、フィン、オッケー。おい、ゴリラ、何防空壕に隠れてんだよ。てめえ、そんなのいられえだろ。はい。じゃあ、ちょっと、金髪美女とね、ちょっとしばし悲しいお別れではあるんですけれど、待って、チャプター5で会おうねー。まあ、息子を見てどこで会ったかっていうのをね、すごい。パッとできるのが分かりやすい。しかも性格も全然違うわけじゃないですかね。それが言えるのはなんかすごいなって思うけど、はい。ほんじゃね、一旦この辺りで終了かな。最後なんか館みたいなところに行って頑張るところに、頑張るっていう言い方も変か、はい。まあ、館で、まあ、ちょっと悲しいお別れをして終わるというと fight bioterrorism, sir. I know what we're here for, Rookie. 当たりが強い。
それでも嫌な顔せずにね、あの顔色使わずになんかこう頑張る新人が素晴らしい。それに当たり散らす26歳独身男、うん、まあクレアに惚れてる男系男子。まあそんなこんなんでね、はい、じゃあ一旦区切りいいところまで来ましたんで、この辺りで終了とさせていただきたいと思います。ぜひね、またチャンネル登録ボタン、グッドボタン押して応援していただけたら嬉しいです。ではまた次回パートでお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。挙動不審かよ。